ジョン・ニコル・アーウィンはアメリカ合衆国の政治家、外交官。冷戦時代に国務次官、国務副長官、及び駐フランス大使を務めた。アイオワ州、キオカクにて誕生。ローレンスビルスクールを経て、1937年にプリンストン大学卒。1941年フォーダム大学ロースクール卒。1944年にオックスフォード大学で修士課程修了。第二次世界大戦中は米陸軍に所属し、大佐として従軍。1947年、米非合同財政委員会スタッフ。パターソン・ベルナップ・ウェブ&タイラー法律事務所パートナーを経て、1958年から1961年まで国防副次官補。1965年から1968年までパナマ運河交渉のアメリカ代表。1969年、対ペルー特使。1970年から1972年まで国務次官。1972年から1973年まで国務副長官。1973年から1974年まで駐フランス大使。アーウィンの人物像について、ニューヨークタイムズ紙は、正直で、謙虚で、思いやりのある人物。親身になって話を聞いてくれる素晴らしい人物と紹介した。アーウィンは実業家トーマス・ J ・ワトソンの娘ジェイン・ワトソンと結婚。1970年に死別。ジェインとの間に一男一女を設けた。アーウィンは1976年9月30日にジェイン・G・ライマースと再婚。ありがとうございます。